達成、一度27分以上つなぐでした。ということで2番目はもう A ランクがね最初に出てきたんで S ランクかな。おお、エンマブレードだ。ヒサタダに反撃、そしてヒサタダ与えた効果無効化、特攻ありなんだ。 SSS 以下のみ。あらまあ、はい。今回ね、エンマブレードね SSS のみ倒したいと思います。一応ね、メンバーは私はニョロロにしましたが、まあ G がね打てるメンバーと、あとはコンボね、できるんで、あの一瞬で数えないキレ系をやるとコンボ溜まってねダメージ増えるんで、まあそんな感じにしましたかね。極土の子も G 使えるし、うん、あのコンボ溜まるんでね、はい、という感じで、まあなるべく自分の鍛えてるやつを使って、あとはなんだ、一応保険で、はい、あの復活スキルね使うのもありかなと思います。じゃあちょっとやってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。 SSS 以下のみ。さあ行きましょう。とにかくフィーバーに早く。G をね、入れた。G、あ、これでいけるのかな。もう一発撃てるの。4発撃てりゃさすがにいけんだろ。あー、いけた。4発でいけましたね。落ちろ。あー、こっちか。まあとにかく4発ですね。もしかしたらバフスルーしてたかな。バフっつうか反撃スルーしてたかもしんないね。はい、じゃあエマブレードこんな感じ。